手放すことにしたのは。ゾウのウイスキーレッドタートル、まあ、随分飲んでます。なんで秘蔵かっていうと、このあまりにもダサいラベル、レッドタートル、この絵ダサダサダサすぎて買っちゃった。これうちの近くの酒屋の量販店チェーン店、愛知岐阜三重静岡滋賀で何店舗かやっておるチェーン店の周年、50周年かな、かな、これの記念ウイスキー、本坊酒造マルスウイスキー、それのブレンデッドで、ホワイト、今回はアメリカンホワイトオークで漬けてある酒で55度で、限定で確か900本、あんまりにも本当にダサすぎて売れてなかった感じ、何本か並んどって、で買ってきて、でなんか気になっちゃって飲んどるんだけど、味はすごくいい、めちゃくちゃ定評のある本坊酒造マルスが作ってるだけあって、でロックも美味しいんだけど、うん、すごく味が濃くて美味しい、ただ55度できつい、いつも俺の好きなハイボールで飲んでます。この炭酸で割ってもこの甘みが衰えん感じ、これがいいかな。美味しいウイスキー、最近ハードベックとかあっち系のアイラ系の臭い系を飲んどったもんで、これ飲むとホッとしてます。ごちそうさまでした。